おはようございます。ここは福岡県の博多駅です。日本一周の旅、今回は博多から再開したいと思います。博多駅の近くのホテルに前泊したんですけれども、福岡に来るにあたってアナの飛行機を利用していますということで SFC 修行が少し進みました。850プレミアムポイントだけ貯まりました。下脱バレちょっとだけ前進です。さて、今日は九州を長崎周りで鹿児島まで南下していきます。博多から鹿児島までは九州新幹線であれば最速で1時間17分ほどで行ってしまうんですけれども、今回は新幹線は使わずに特急列車を利用します。特急かもめ11号9時16分発長崎行きです。この旅では全ての都道府県を訪問する必要がありますので、まずはこの特急かもめで佐賀まで行きたいと思います。こちらがこれから乗ります特急かもめです。 JR 九州の特急列車はかっこいいですね。車内もこんな感じで座席が広々としています。真ん中に仕切りのようなものもあります。快適な移動時間が過ごせそうです。では特急かもめ出発、佐賀までは39分です。ご案内いたします。この列車は特急かもめ11号長崎行きです。途中止まります駅は北市、四国、新宿、佐賀、備前鹿島、諫早、村上、長崎です。グリーン席は1号車、指定席は2号車、3号車、4号車、自由席は5号車から7号車です。車内は乗降口付近やトイレを含め、すべて禁煙です。次は近市です。今日の朝食は三日月のクロワッサンです。博多駅に甘い匂いを充満させているミニオンと比べると大きめなサイズです。これだけ大きければ1個だけでも十分お腹にたまります。スピードは100キロ超え、現在時速112キロが出ています。二日市、近くには温泉があります。ご案内いたします。この列車は特急かもめ11号長崎行きです。次は四国です。四国の次は新都市に止まります。まもなく鳥栖に停車します。ここは佐賀県です。鳥栖から先は JR 長崎本線に入ります。鳥栖の周辺にはホテルがたくさんあります。博多からのアクセスもいいので鳥栖のあたりのホテルもおすすめです。ここは佐賀県ですから福岡県で検索すると鳥栖のホテルは出てこないんですね。ということで混雑する時期は穴場かもしれません。では鹿児島本線から離れまして長崎本線に入ります。今見えますのは九州新幹線の新鳥栖駅です。ここで新幹線と接続します。現在弥生時代の遺跡、吉野ヶ里遺跡付近を通過しています。それでは佐賀に到着です。佐賀で列車を降ります。はい、それでは佐賀駅の改札の外に出ましたので佐賀県訪問済みとなります。九州2つ目の訪問県です。駅前は工事中でした。ロータリーとかが整備されそうな感じですね。次の列車まで42分あります。佐賀城に行くにはちょっと時間が足りないんですね。中途半端な時間で少し持て余してしまいました。なんとなく駅の周りをブラブラ歩きます。戻ってきました。こちらは佐賀駅の北口です。北口の方は再整備が完了していて綺麗になっています。佐賀駅からは長崎本線の他に唐津線も出ています。その中次利用しますのは真ん中の下の段普通列車の10時37分発肥前山口行きです。佐賀を出まして次は普通列車で肥前山口に行きます。駅構内に再び入りました。西九州新幹線武雄温泉長崎間が9月の23日に開業します。これでもかというぐらいにパネルが出されています。次はこちらの普通列車に乗ります。肥前山口行きです。こちらはカモメですね。
通列車ですが、なんと転換クロスシートになっていました。やっぱり JR 九州は車両に力を入れてますね。佐賀から肥前山口までは15分です。まもなく終点肥前山口に着きます。運賃または乗車券は駅員にお渡しになるか、駅の駐車箱にお入れください。佐賀県江北町肥前山口駅です。1895年に開業、開業時は山口でしたけれども、山口県の山口駅と区別するために現在の駅名に改称されています。しかし今年の9月、西九州新幹線の開業に合わせまして江北駅に名前が変わる予定です。東京の日暮里トレイライナーにも同じ江北駅という駅名があります。さてこれは随分古い石碑ですけれども、旅情と書かれています。文字がもう劣化していて、特に一番左側の行はほとんど読めなくなっています。自動改札ではありませんけれども有人改札になっています。歓迎ようこそ江北町へとなっていますけれども、この肥前山口駅はなんと JR の最長片道切符の旅のゴールの駅となっています。そのため鉄道が好きな方の間では有名な駅なんじゃないでしょうか。ちなみに最長片道切符の旅のスタートは北海道の稚内です。全長約11,000キロ。ツイッターやブログ、YouTube などで旅の様子がたくさん発信されています。あとは最長片道切符の旅から発生して最長往復切符の旅というのもありますね。これは最長片道切符の旅が NHK で放送されたことを記念して作られたものです。日本列島が辰の落とし子みたいな形になっています。片道切符の旅は一筆書きのルートでないといけないので筆が描かれています。はい、このお隣にも最長切符ネタがありました。 JR 最長片道切符の旅ゴール、ここは撮影スポットにもなりそうです。駅前結構きれいに整備されています。タクシー乗り場もあります。また駅に戻ったんですけども、バスも止まっていました。またホームに戻ってきました。旅情、長旅の疲れをねぎらうような石碑です。肥前山口、この駅名標もあと半年足らずです。駅名が変わる前に一度来ることができてよかったです。これなんか台みたいになってるんですね。さてそれでは今回は JR 最長片道切符の旅の終点肥前山口駅を訪問しました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。